このビデオは発光の新しいビッグ FR シリーズのハンダスイートリ量比較試験の結果をまとめたものです。実験内容は表面実装用ピンにご覧のハンダをホットウェアでハンダ付けし、各種ウィッグで一定時間吸い取り作業を行った時のハンダ吸い取り量を比較します。ハンダ吸い取り量は電子天秤で計測した吸い取り前のピンの重量から吸い取り後のピンの重量を引き、その差で求めます。この条件で当社新製品 FR100、FR120 と A 社のウィッグを使って3秒、5秒、8秒の吸い取り時間で各10回ハンダの吸い取り試験を行った平均値がご覧のグラフです。この試験で吸い取り時間を8秒かけた際には A 社の吸い取り量が多くなりますが、 FR シリーズは吸い取り始めるまでの時間が圧倒的に早いのが特徴です。その実験の模様をご覧ください。ハンダが溶け始めるまでに1秒以上の差があります。もう一度スローモーションでご覧ください。ハンダが溶け始めるまでの時間がかかるとウィッグの酸化が進み吸い取りが悪くなります。また熱がかかりすぎるためパターンを傷める危険性も高まります。何気なく使用しているウィッグをもう一度見直してみてはいかがですか。発光 FR シリーズのウィッグは3種類のフラックスタイプと作業に合わせて選べる線幅をご用意しています。一般的なフラックスを使ったコスト重視の FR100、 フラックスを使わず銅の網線のみの FR110、 無線状タイプのフラックス採用と ESD 仕様のケースを使った FR120、 発光から提案する新しいタイプの吸い取り線です。